日本神奈川県海老名市門沢橋、門沢橋は神奈川県海老名市の地名。現行行政地名は門沢橋1丁目から門沢橋6丁目及び住居表示未実施の大技門沢橋からなる。郵便番号は243-0426。市内南西端の相模川左岸、相模平野のほぼ中央部に位置する。市内西部は住宅地、南東部は工場が多い一方。 北東部には水田も見られる。北で中野、東で本郷、南で高座郡寒川町、倉見、相模川を挟んで、西で厚木市と田、北西で厚木市境とそれぞれ隣接し、突起がないものは海老なしとする。北東から半時計回りに一丁目から六丁目が存在し、生端に住居表示未実施地域がある。面積は以下の通りである。 住宅地の地下は2014年1月1日の工事地下によれば門沢京湖から7から14の地点で1 1 9千円平方メートルとなっている長池川が相模川と合流する河口にあたることに由来かつて河口に架けられた橋が門川橋と名付けられそれが門沢橋に転じたというなお現在は神奈川県道46号の旧道が 長池川を渡る橋が門沢橋と名付けられている。2018年2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地内を通るバス路線はない。ありがとうございます。